本日はですね、こちらに来ております。はい、静岡県静岡市でございます。私の生まれ育った静岡の方のね、来ておりまして、実は静岡市、私よく仕事で来るんですね。その静岡市の方でですね、なんと私の行きつけの、美味しい店があるということでですね、皆さんにぜひご紹介したくて今回このカメラを回しております。早速ですけどね、そちらの方に、行ってみたいと思います。なんとですね、その今日行く、今から行くお店の、店主がですね、元 J リーガーということで、皆さんお楽しみにしていてください。それでは行ってまいります。さあ、ということで南大門に到着いたしました。こちら南大門ですね。はい、建物が南大門の形状してますね。はい、今南大門はね、皆さん韓国の方でももうニュースになってますけども、炎上してしまってなくなってしまったというすごい残念な、お知らせもあるんですけども、そんな南大門の焼肉の方、私ね、毎回静岡に来るたびに来てます。ぜひ皆さん、見てみてください。楽しみにしててください。それでは行ってきます。そうなんですね、元ね、清水エスパルスのスーパープレイヤーだったわけですね。はい、ここに出てますね。いますね。さあ、ということでね、そして、なんと清水エスパルスの後、ね、最後はですね、こちら皆さんご存知の、そうなんです、 FC 琉球、ね、トルシエが監督になったことでも有名なあの FC 琉球の、なんと、メンバーだったんですね。はい、すごいですね。そうなんです、こちらにいますね。はい、ということでね、今回動画映像の方はちょっとお見せできないのが残念なんですが、そんな、元 J リーガーが経営しているこちら南大門でございます。たくさんのサインとそしてたくさんの写真が、飾ってありますが、こちらの方はね、ちょっとお見せできないのが残念なんですけどもね。はい、さあ、そしてですね、こちらの焼肉店、なんとたくさん表彰されてるんですね。すごいんです。そうなんです、いい肉を使っている、ということでですね、チャンピオン牛とかをですね、普通にですね、一般のお客さんになんと普通のロースカルビを頼んだだけで、そういった上質なお肉が出てくるというお店なんですね。はい、無事ですね、美味しい料理食べさせていただきまして、そしてですね、なんと来ていただきました、南大門社長、そして元 J リーガーでもあります松原忠明先生でございます。どうもいや、うまいね、肉。ありがとうございます。やっぱうまいわ、全然質が違うもんね、肉のね。ということですが、見ての通りサッカーボールを持っているということでですね、元 J リーガーなんで、まあ、絶対僕なんかにリフティングで負けることはないですよね。ああ、分かんないね最近聞いてないからね。いや、ということでね、チャレポン、突然ですがここでチャレポンということでね、J リーガーに、果たして私岡本真義のですね、リフティングが勝てるのかどうか、ということを実際に検証したいと思います。それでは早速やってみましょう。じゃあまず私からでいいですか。はい、何回続くかで、じゃあ勝負しましょうね。何回続くか俺本当にもともとサッカーやってたんですけど、もう何年ぐらいやってないのかな、18年20年ぐらいやってないんで、まあちょっとね、久々なんで練習なしですよね。いや、どっちも練習なしでもいいですよ。じゃあ、まあ、ちょ、まあ、ここはちょっと早送りしたりしてください。ちょっと待って、一回超プレッシャー一回きりね。じゃあね、じゃあ俺こっちで行った方が多分続くから、いきます。あべ、やばい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 、もう一回もう一回ね、これもう一回もう一回、ちょっと内容のなし、もう一回お願い、もう一回、もう一回、もう一回お願い、もう一回だけ、もう一回だけ、もう一回だけお願いします、お願いします、もう一回やってください、お願いします。ちょっと今のはないよね、ちょっとね、びっくりだよね。いきます、久々なんでね、ちょっとこの感覚が、いきます。やばい、やばい、本当にやばい、やばいって今さっきより悪いよ
べえ、どうしよう。俺、まあ、今何回 ?4 回さっきので。さっき5回か。5回。じゃあもういいや、5回で勝負しますよ。5回で、5回以上いけばいいんですけど、すげえプレッシャーかけます。1回勝負ですよ。5回以上いけばいいでしょ。5回以上いけばいいんですけど、じゃあ元 J リーガーなんでハンデで、そっからいってください。さあ、それでは5回以上いくんでしょうか。いいの。1、2、3、4。もうひどい、これひどすぎる。超うめえよ、J リーガー。やーべえ。もう勝ちでしょ。もう負けましたけど、なんかじゃあせっかくなんで技見せてくださいよ。技？あんま俺技持ってないんだ。おお。ちょっと調子乗って。さあ、数える必要もなくですね、私5回、そしてやはり、もうね、圧倒的な強さでございました。要するに、南大門にはサッカーをしに来いということで。肉も食いに行く。肉も食いにね。はい。